鹿児島の、直志庵というね禅宗のお寺ですけども、この禅宗の直志庵の住職で鎌田孝志と申します。私は鹿児島のね田舎の方の山の上のね小さな家で育ったんですけども、小さい頃からね弱虫でね女の子によく泣かされてねめいめい泣いてる、そういうことがあって、だんだん高校出ると今度はいよいよ自分のね方向性を定めなきゃいけないからね、そこで駒沢大学とか行ったんですね。最初は経済学部だったですよ。そしたらその駒沢大学がね仏教保健大学って知らなかったのね。もともと江戸時代からそういう学問所としてね、仏教の学問所が今は総合大学になってね、経済学部とか法学部とか文学部とかねあって、その仏教学部がもともとあったとかね。そして仏教学部ね一生懸命そこで勉強ね、小さい頃から勉強は嫌いだったけど、ね、好きなものは勉強するんだね。朝から夜も寝ないで勉強しましたね。そうしているうちにね、あの知り合いの人にね、あなたはその勉強がね仏教好きだったら知り合いのねお寺に立派なお坊さんがいるから、そのお寺に、ね、住まわしてもらって、そこから大学に通わしてもらったらどうかっていうことをね言われて、その人の紹介でそのお寺に入ったんですね。そしたら何回もね何回も勧められるからね、そのうちの住職さんにね二人で対面して、私はお坊さんにねなろうよりもジーパンを履いて頭の毛が長くてもね、私はお釈迦様の道を歩いていきますって言ったんだ。そしたらその住職さんが、いやそれはね分かるよ、だけどお釈迦様が好きだったらお釈迦様と同じようにね頭を剃って、ね、衣を着てお釈迦様と同じ生き方をしていったらもっと近づけるんじゃないかって言ったんだ。そしたら、あそれはそうだなと思ってね、そしてじゃあお坊さんになりますって言ったんだ。その時の逸話でね、鹿児島に東京だったからね電話をしてね、鹿児島の父親に電話したんだ。これから坊さんになるからねって言ったんだ。そしたら親父は、坊さんね、なんでっていうかもう意味がわからないね、これ私は小さい頃から言い出したら聞かなかったからね。そしたら親父が、もうしょうがない、その時言った言葉が忘れられない、しょうがない、じゃあ好きなようにやれ、ヤクザになるよりはいいだろうって言ったんだね。頭を剃るのはヤクザだと似たようなもんだと知ると思ったらしくてね。鹿児島に帰ってきたのはね、その東京の師匠のお手伝いをしたり、また栃木県のお寺に行ってね4年半ぐらいそこで生活してたんだけど、だんだん仏教が分かってくるとね、鹿児島は我がふるさとのねこともだんだん分かってくるのね。5人で鹿児島帰ってきてね、生きていくにはね托鉢というね、もうこれも結局お釈迦様がインドで2500年前に生きる方法として言ったのは托鉢でね、食べ物をいただいて、そしてねお弟子さんたちと一緒にみんな分け与えて生きて修行していったのが原点は托鉢ですね。だからお釈迦様とも同じことやるんだからね、それを最初やってたわけですね。苦しみよりもね托鉢でねいろんな人の出会いがね嬉しい方がたくさんありますね。もう本当にね町に出てね托鉢をするとね、本当にね世の中っていろんな人がいるなっていうね、例えばねある人がねちょっとこうもうなんかちょっと言い方はまずいかもしれないけども、いろんなこう、労働者というかな、そういう方がね首にタオルを巻いてね、ちょっとこう人が喧嘩を吹っかけるみたいなね、そういう人がいましたよ。それで向こうがねなんかこの昔のあれで言うと柔術というね、柔道じゃないけどもね柔術みたいな格好でこう構えてね、ターッとこう襲ってくるような感じしたんね。もちろんたくさんの格好をしてるからね、そういう時にねなんだろうこの人はと思ったんだけどね、その人が行くぞとか言うぐらいを掴みかかってきたんだね。そうで私は、あ待って何でするんですかって言ったんだけど、もう来るからねしょうがないから、もうちょっとパッとこのその凛と鉢を横に置いてね、その人とがっぷり四つになったわけだ。そうしてその人がねちょっとこう
襲ってくるから私はもう思いがけずね、もう昔の姿三四郎というね、なんか映画であったんだけど、その人みたいな感じでダーッと投げて、そしてその人に窓になってね、何やってんですかって押さえつけたの。そしたらその人がわって言うから、ちょっと周りにすいません、誰か警察を呼んでくださいって言ってね、警察が来るまでね、そして周りに渡したら、もう白髪の格好の坊さんが人の上にのしかかっているっていうね、そんなここはみんな周り見たことないわけでしょ。黒山の人だかりですよ。ねえ、このいや私はこんな恥ずかしくなってね、早くお巡りさん来ないかなと思ったけどね、その時間の長かったことね。そしてお巡りさん来て、そしてね、このあのその人連れてね行って、私も事情聴取を受けてね、そうしたことがね、そういうことの出会いがあったんだけど、それからね1週間ぐらいしてね、そのまた同じ人が来たんですよ。その時はね、もう別に戦いの姿勢じゃなくてね、お布施をしてくれたんでね、ちょっと1円入れてくれてね、この間悪かったなって言ったんですよ。で、ああこの人もやっぱり仏様なんだな、よかったなと思ってね、そういう出会いがあったりね。それでもう普段はいろんな人が話しかけてね、自分の子供が学校に行かないでね、登校拒否なんだけどどうしたらいいですかとかね、自分のね息子が40歳にもなってね、働かないで自分のね年金をね持っていってね、パチンコばっかりしてんだけどどうしたらいいですかとかね、いろんな人のねそういう悩みのね話があったりね、そういう人とのねいろんな出会いがね、また私を鍛えてくれるというかな。そこでまあいろんな人とね出会いがあってね、あの友達がどんどん増えていったわけですね。映画が好きでね、小さい頃映画が好きだった時に、ね、あのアメリカの特に西部劇が好きでね、その時に西部劇で、ね、よくインディアンが悪者でね、そしてもうほらあの、ね、白人がこう襲われた時に、ね、騎兵隊がねあの助けに来るじゃない、その時にああ正義の味方の、ね、騎兵隊が来てよかったなって思ってた、ああいうものがね、この仏教を学んでからね、あれ本当の正義というのはね、あのインディアンだってちゃんとね、その自分たちのねこの土地をね脅かされたり命を脅かされた時にね、もうそういうインディアンなりのまた生き方もあったんじゃないか、どっちが正義なのかなってこともだんだん考え始めたんだ。本当の正義、正しいことというのはね、力じゃないんだってね、話が飛ぶけども、ね、今の現実だってね、この力任せにね、ミャンマーでね軍隊が武器を持たない人たちを撃ち殺したりね、そしてまたね香港だって台湾だって今ねアフガニスタンだってね、いろんなところでそういう力でねねじ伏せるっていうところはね、これは正義じゃないでしょう、暴力でしょう、ね、弾圧でしょう。そういう時に本当のね、これはね武器を持たないでね、このやることの本当のねガンジーとかね非暴力でね、本当に人間として本当の人間の在り方をね、その中に本当に人の優しさとかね、正義とは何かっていうことを今考え直さなきゃいけないと思ってる、ね、だからそれが今ね、その儀式よりも儀式も大事だけども、今私は坊さんになってね、いろんなそういう、ね、この宗教をたまたま縁があったから、キリスト教の神父さんとか牧師さんとかね、神道の神社のね神主さんだとかね、そしてイスラム教の人とかね、キリスト教のいろんな人とね、それがまた仲間になって今ね やるべきことが今あるな、ね、宗教の在り方が世界の地球のねこういうことになる、やるべきことが今出てきたんじゃないかなと思うのがね、まあ感じるところですね。まあ、今ねそういう考えからね、だんだん具体的にね、もうね10年ぐらい、もう10年以上前からね、いろんなそういう神父さんだとかね、牧師さんとか神主さんとかいろんな人たちと一緒にね、鹿児島宗教者講話会というのを作ったんですね。そういう中でみんなが今できることをね、やることを、まずその時に東日本大震災の時にね、そしてこのみんなで募金活動をしてね、みんなで援助しようとかね、そういう時にあの天文館でね、いろんなその宗教者がね、あ、異様な格好ですよ、このね神父さんがいたり坊さんがいたりね、イスラム教がいたりね、そういう中でみんなが募金してくれてね、そういう活動をする中で、
今度はね、そういう一つの、それも一つの道だし大事なんだけど、今度はね、平和のね、巡礼というかな、これはね、自分たちが今度はね、このいろんな宗教者が、自分たちの宗教はみんな一番だと思ってるわけだ、ね、自分の神様が一番、自分の仏様が一番だと宗教思うからね。だけどそういう一番だというね、その壁を乗り越えて地球の問題とかね、世界平和の問題のね、それを具体的にやるためにはね、我々にできることはね、祈りですよね。それね、例えばね、ミャンマーで人が撃ち殺された時にね、自分たちがね、こうやって日本のね中で祈っている、あなた方のね幸せを祈っているよっていう人いるだけでもね、勇気づけられるんじゃないかね。それを自分たちはね、そういう祈りをねやることをね、5年ぐらい前からね、そういう施設をね、例えばキリスト教はザビエル教会でね、みんな神主さんだとか坊さんだとかね、いろんな人たちがそれぞれの清掃をしてね、宗教者の格好をして、それぞれが、私は仏教の般若心経をあげたりね、神主さんは自分の祈り、ね、イスラム教の祈り、それをザビエル教会の聖堂の中でね、世界の平和と地球環境をね、そして人の命を大事にすることをね、ザビエル教会で祈るわけだ、ね、その時にキリスト教の神様もイエス様もね、世界中守り、祈る人を守ってくるでしょ。そしてその祈りが終わったら、次に西本願寺にね、ずっとみんなでね、巡礼をして歩いていって、西本願寺に行って、また阿弥陀如来の下で同じ祈りをするわけだ、ね、そうしてそれが終わったら、今度はまたみんなで歩いて、今度は照国神社に行ってね、神道のその聖ね、祈る場所でまたそれぞれが同じ祈りをしてね、それを各宗派が、各宗教施設をそれを超えてね、みんなが地球と世界と人の命をね、祈るということをね、これを今やっているわけですね。昨日ね、なんかペットのね、紙のコンクールやったんだって、映画、テレビでね。そしたら一等賞がなんかすごい、こんなもうね、真っ白な怖い可愛いペットのね、あれでほら、もうなんか自分でこうやってね、もう芸術的なするんだね。特に髪の毛が長くなると、やっぱりそこにほら、格好をつけたくなる。さっきのペットじゃないけどね。ここね、今流行りのあれ女ね。そういうことで、少しでも他の人たちによく見てもらいたいとか、ね、もうかっこよく見せたいとか、そういうことも全部一切やめましたっていうのが、この頭を剃ることです。でも冬は寒いんですよ。もう寒いよ。だから、毛糸を今かぶってんだけど。